トウモロコシの収穫体験は地域の農業を身近に感じてもらおうと彦坂綿具さんの農園が行ったもので、地元の園児ら25人が参加しました。このトウモロコシは4月に園児が種をまいたもので、現在は園児の背丈より高く成長しています。撮ってみてどうでしたか？楽しかった。撮るとき楽しかった。茹でてたみたい。彦坂さんによりますと、今シーズンは天候に恵まれ、例年通り糖度の高いものが育ったということです。